はい、メルトノームの白色担当葵菜です。ひな料理と色素水系声がハスキー真面目自分からはいかないやる気を持ってください。漢字が読めない。あ、お菓子をください。漢字が途中の質問の漢字が読めなくて、私漢字すごく苦手で、漢字が10個ぐらい並んでたので答えれなかったんですあととっさの質問だったのでちょっとびっくりしました。君のせいかです。リサーチです。配信見て笑いました。どんな時？化粧をした後。携帯です。梅干し系のお菓子です。元気のリオク。アホかな。メイクのこだわり。涙袋とキラキラとアイラインです。5秒で答えるの難しかったですけど頑張りました。どうでした？ありがとうございました。メルトノームの星子紫みみみです。きっかけはななちゃんのインスタからです。付き合ってみたいメンバーななちゃんです。とりあえず結構メンタルが弱いところです。メルトノームといえみんな個性があります。先はもう一件ケオの実況動画です。ピレ組ポイント泣き袋です。聖火りんです目顔でも結構急でなんか焦っちゃったんですけど、なんかちゃんと答えられたかなって思います。ありがとうございます。メルトノームのみくるあやです。パープル担当です。よろしくお願いします。他の子に好きって言ってる時、リサチサルです。元気のとこセカリン、日向坂46さん、個性があるとこ、ない、5秒は意外とちょろかったです。イエーイバイバイ。メルトノームのゆずのひなです。真面目かな最近のビッグニュースは一番おしゃれなメンバーは聖火りんです。死ぬまで忘れないことはね、虫が顔面についた。癖、前髪とか髪の毛を触っちゃう、あやちゃんと好きな人が同じです。好きな振り、サビが好きです。一番難しいの貪欲はい。ちょっと考えるのが遅くて難しかったです。